国内がこれまためちゃくちゃですね、なんかがっかりするような、うん、問題ですよね、まあ、もちろんあの、うん、とんでもない問題ではあるんですけれども、福田財務大臣、福田財務次官のセクハラ疑惑をめぐり、テレビ朝日はですね、今日未明、緊急の記者会見を開いて、テレビ朝日の女性記者が福田氏からセクハラ被害を受けていたと発表しました。女性記者が録音していた音声データで事実関係が確認できたとして、近く財務省に抗議するということです。まあ、それに先駆けて、福田財務次官は辞意を表明して、まあ、それは麻生財務大臣に、まあ、受け入れられたということは、ね、会見でも出ておりますが、まあ、これそしてだから言ってしまえばこのテレビ朝日はですね、もう日付が変わった、まあ、今日ですよね、まあ0時に会見を開いたということなんですね。でテレビ朝日によりますと、女性記者は1年半ほど前から数回取材目的で福田氏と2人で会食、その度にセクハラ発言があったことから録音を始め、今月4日の会食の時も録音したと。で、上司にですね、このセクハラの事実を報道すべきだとこの女性記者は一旦相談したんですけれども、その上司、テレビ朝日の上司がですね、二次被害などを懸念して報道は難しいとこういうふうに話したと。なので女性記者は次官という社会的に責任の重い立場にある人物による不適切な行為が表に出なければセクハラ被害が黙認され続けてしまうとこういうふうに考えて、音声データの一部をですね、週刊新潮に提供したということなんですね。でテレビ朝日の発表前に福田次官が先ほどお伝えした通り財務大臣麻生さんに辞任を申し出ました。はい、藤井さん、この問題についてはどういうことを感じますか？これはね、語るべきことがたくさんあるんですが、はい、この問題での核心は何かというと、はい、まず週刊新潮の記事が出た、はい、でその後に財務省の、はい、というか財務省というか福田さんというか、はい、からですね、今週の火曜日ですかね、月曜日ですかね、はい、これは事実無根であると、はい、私はこういう記憶は全くないと、まあ、キャバクラみたいな、いわゆるキャバクラみたいなところでそういうような話をすることあるのかもしれないけれども、はい、記者とこういうようなことを話した事実はないと言ったんですよ、はい、で、週刊新潮を提訴すると、事実無根であるから提訴するという趣旨の会見を行ったんです、はい、ここです、はい、一番の問題は、当然ながらそれは福田さんは嘘をついていたわけです。でそれは記憶が飛んでるはずがないですから、もうこの記事が出た瞬間に、あの子やと分かってた可能性があるから、ね、それが分からっていなかったとすればですね、複数の女性がいたってことですね、はい、どれやろうと、まあ、少なくともこれは喋ってたことはもう確実に知っている、覚えてたわけです、にもかかわらずそれを言わないで事実無根だと言って提訴をすると言って圧力をかけると、でしかも出てこいと、恫喝まがいのことを言うと、でその女性に出てこいと言った、女性個人に出てこいと言ったわけですよね、はい、今回のような記者会見をしろということではなくて女性個人に出てこいという格好で、これはセカンドレイプとも言われてますけど、この恫喝的態度、隠蔽態度でしかも嘘をつくと、でさらにね、これ福田さんがこれ知っていたことはもう確実であると、これは断定していいでしょう、はい、バカでなければ、はい、これ分かってなかったらバカですよ、時間なんて絶対務まらない、この手の記憶がなければ、これが第一点、第二点、内部で調査をしたというふうに福田さん、あるいは財務省が言っていると、内部の調査の時に福田さんがこれを内部で言っていないとは到底考えられない、可能性は当然否定はできないけれども、はい、いや実はあるんですよと、でもこれこれこうで、じゃどうやって対応しましょうと相談してた可能性が極めて高い、極めて高い、はい、ということは、じゃあこういうふうに隠蔽しましょうという相談をした上で記者会見が行われたという可能性を当然ながら考えられます、はい、当然ながら今僕は慎重に言葉を選びながら語っていますけど、これ友達うちであったりとか自分の仲間うちであったり、お前これお前絶対これお前 あいつら隠組織ぐるみで隠してるの決まっとるやんけと、はあ、と思うのが常識的な大人の判断です、はい、この常識的大人の判断ができない普通国民が出てたら、その人はちょっと頭が、はあ、判断能力がどうなってるんだろう、ということになります、はい、すなわち常識があれば、あれは福田氏は嘘をつき、かつ組織的に隠蔽したということがもう見え見えなわけです、はあ、にもかかわらず、財務省のあの会見はですね、そうであると断定はできない理論的構造になってるんです、はい、ここで我々黙ったとしたらですよ、もう財務省のやり放題ですよ、
だからこれはね、もう明らかに嘘じゃないかというような圧力が高まるということが一般的な世論であると僕は思う、はい、それが今回一定程度高まったということには僕は一定評価はできなくはないと、はい、まあ、できるとは思いますけども、にもかかわらずもう隠蔽だという声じゃなくて、あれは捏造だとか、はい、何を藤井は言ってるんだとか、こんなもん分からへんやないかと言ってたやつがどれだけいたか、はい、もうそれに僕はこの日本国民のおぞましさに本当に震え上がるほどの戦慄を覚えましたね、はい、まあ、だって財務省といえばその前に改ざん問題もあるし、ね、そうですよ、それとつながってるわけですから、したがってこの問題はセクハラ問題ではなくて、はい、財務省の虚偽隠蔽問題なんですよ、はあ、体質問題だというふうに、福田次官の、まあ、このセクハラ発言を端を発してるけども、うん、そっからなんですね、そっから見える、もちろんそれも許せない、許せない問題です、セカンドレイプの問題だとか、はい、その後ですね、財務省のさまざまな問題が、ね、これが浮き彫りになってて、うん、そういうふうに直感的ない方々のなんていうか精神が僕は分からないですね、直感的に決まってるじゃないですか、この、まあ、でもちょっと私たちはね、うん、その財務省といえばですね、これも連日言われてる、うん、その官僚の中の官僚だって言われて、うん、トップ中のトップって言われてる、あの人たちがそういうことはしないだろうと、国のために働いてるのにっていう ね、ピュアな方もいらっしゃるかと思うんだけれども、明らかにそれはもう解散、総務省の解散問題がつながってる問題じゃないですか、そういうことなんですね、となると藤井さん、私たちは、はい、まあ、もっともっと声を上げなきゃいけないってことなんですか。いや、そうですよ、これで声を上げない気持ちがわからないぐらいですよ、やめりゃいいんじゃねえかっていう問題、それだけの問題じゃん、これやめるっていうのは悪化を防いだだけの話であって、はあ、問題はもうすでに全てもう表に公表された状況にありますから、ここからですよ、我々どういう態度を取るか、でなぜこういうような虚偽隠蔽体質が形成されているのかというところに我々は次の問題をシフトさせる必要があると思うんですよ、だから問題はやめりゃいいってことじゃなくて、ではない、違うんですね、ではない、もっともっとだから財務省、これでも財務省だけの問題なのかどうかっていうのは ね、これは要するに財務省だけの問題ではなくて今の政府の問題であるとは言えますけども、とりわけ財務省において濃厚です、なぜか、最も権力を持っているからです、お金持ってるからね、握ってるから、徴税権と予算権が、編成権が、この2つ強大な行政権があることによって、そこにあぐらをかいているという構造が極めて疑われるわけですよ、でも国税庁の佐川さんが辞め、で今回この事務次官の福田さんが辞めるとなった時、そのツートップが辞めるってことですよね、にもかかわらずこの組織力はほとんど衰えてると僕は思わない、もう次は誰だろうみたいな感じになってるんですよね、もうこれはもう組織が強いので、もう一人や二人辞めたところで関係ないわと、みんな思ってると思いますね、そこを中の人間も政府の、あの財務省以外の政府の人間も、この政府の力学を知ってる人間はあんま辞めたぐらいやろうと、何も変わらないよ、いうふうに思っていることも僕には分かる、この時間藤井さんにですね、財務省福田事務次官辞任、ということでセクハラ疑惑は否定、これについてお話を伺います。まあ、先ほどその財務省というものに関してもお話聞きましたけれども、改めてですけれども、まあ、今回のこの財務省福田事務次官ですね、まあ、セクハラ疑惑、まあ、あの音声も出てきたし、あのテレビ朝日の、ね、女性記者だという、まあ、あの複数いるとも言われておりまして、 そのセクハラを受けた女性記者がですね、そのうちの一人がテレビ朝日の、まあ、女性記者だったというふうな、会見もありました、改めていかがですか。これはですね、もう本当に先ほども語りましたですけども、はい、語るべきことは本当にたくさんあるわけですが、はい、一番の問題は、まあ、財務省の虚偽隠蔽体質だというところがポイントですし、でこの昨日辞意を表明した、福田さんはセクハラ疑惑は否定してるわけですよね、そんな事実はないと言ってるわけですよね。で、これは、昨日のというか、今朝ですか、今朝の夜中の、これ、テレビ朝日さんですか、テレビ朝日さんの記者会見の前の、辞意表明ですから、その時点で、これ、セクハラ疑惑は否定するという態度でいけるだろうと踏んでたわけですけど、今や、もう、正式にテレビ朝日が、うちの会社の社員ですと、まあ、言っている状況があり、テープがあることも確認したと、テレビ朝日が断定してるんですね。で、これは、新潮社の、ためにテレビ朝日が嘘をついているということは極めて考えにくいですから、これは事実だろうと普通に判断していいと思います、とするとですね、このセクハラ疑惑否定というのは、が嘘であるという可能性が極めて高い。ただ時間は、まあ、もうやめますけれども、訴えると言ってましたからね、新潮社からね。で、ただ訴えるのはですね、これ結構簡単で、あの記事のどこかで、
何か一個だけでも、名誉毀損が成立する文章があれば、それを訴えればいいんですよ。そしたら、一般の方は印象で、あの記事全体が嘘やってんなっていう印象になりますけど、これも典型的な、まあ、スラップ裁判的要素が、まあ、あってですね、はい、まあ、それは弁護士とよく相談されてるでしょうから、頭のいい方々ですから、まあ、そういうことがあるのかもしれませんけど、はい、おそらくは、そのテープがあって、そのテープがの内容が事実ではないという点で、争うのではないと思います。はい、でもね、藤井さん、今回も苦しいなというのが、はい、音声出ましたよね、はいはい、福田さんの。自分の声って認めないんですよ。本当にね。で、まあ、麻生財務大臣も、あれは個人的には福田の声だって言ってるんですけど、でもね、周りが、まあ、一応周りはそう言ってるっていうけど、ね、自分はいや、発してる声と自分の声はって、あれは苦しいんだけど、どうしたらいいこと言うんだろうっていう、ね。連れに寄ったらムカつきますよ。いや、お前、それ嘘やんけ、お前。ね、って、これ、関西の中学やったら、そいつボコボコされますよ。あ、そう。嘘ついてるに決まってるやんけっていう話ですよ。あこれは。ねえ。でも嘘かもしれないねって言ってるさ、お前何言ってんねんって話ですよ、これ。いや、まずね、なんかこういう問題も全部こう自分のクラスでこんなやつおったらとかってね、はい、一回考え直してみたらね、スッとね、見えると思いますけどね。本当に、とにかくこれはもう虚偽隠蔽体質で、はい、昨日の辞意表明の時点ですら、セクハラ疑惑は否定したという、はい、この一点をもって虚偽隠蔽体質があるということが、わかるわけですよ。だって、迷惑かけたからやめますって言ってるわけですよ。そうです、そうです。理由が。うん、そんなもんやめなるわけないですよ。はい、だって絶対嘘だったら、はい、いや嘘だ嘘じゃないかと、身長絶対許せないっつって、僕だったら徹底的に戦うし、財務省がもう、こんな、もう身長嘘ついて、徹底的にあんなとこ潰してやろうと、絶対思いますよ。にもかかわらず、はい、やめます。でも、訴えます。ひろひろって言ってるわけでしょ、お前、それ嘘やんけでも、何のためにあそこまで持っていこうとするの？組織防衛ですよね。はあ、完全に組織防衛ですよね。で、うん、これ、嘘でやる、そこを認めたら、そんな奴が時間だったのかということが、認めてしまうことになるので、それは財務省として認めたくない。うん、当然だから、福田さん本人は、これ認めたくないですからね。はい、なんか認めない。はい、なんか、このメンツのために認めないって言ってるだけで、そのために嘘をついてるんです。で、国会でないけれども、はい、もう国民がものすごい見てるところで、やっぱり嘘をついてると。はいいうことですから、これは佐川さんの虚偽答弁とに匹敵する、これ大問題だと。だからこのセクハラ問題そのものも大問題だけど、嘘をついているということが問題なんだというふうにご認識いただきたいと思います。